皆さんこんにちは、大地奈々です。香織です。今日はこれからインスタグラムに寄せられた質問コーナーをやってみたいと思います。お菓子買ってきた。ジャーボリーバー買っちゃった。ずっと買ってみたかったんだけど、はい、食べよう。お茶はフォートナム&メイソンです、はい、はい、じゃあ質問答えてこうと思う。おすすめのご飯屋さん教えて。おすすめのご飯屋さんいっぱい出てきちゃうの私。和食だったらしゃぶしゃぶレタスが好き、うん、好きすぎてイベントやっちゃうもんね、うん、ここ美味しいなって思ったら全部メモしてるんですよ。お蕎麦だったらゴンっていうところが美味しいです。あ、全部札幌なんですけど、うん、銀杏が美味しい。銀杏、うん、私銀杏食べれるようになったのここなんです。あと和食は篠屋が美味しい。甘汁巻き最高なの。和食創作みたいなここすごい美味しいです。焼き鳥でキツネ、うん、ここすごい美味しい。ちょっとリーズナブルなとこで言うと梅田っていうところがお母さんとお父さん夫婦2人でやられているようなところなんだけど、うん、ここがすごく美味しい。タレが最高。焼肉だったらこれも焼肉キムチっていうところが美味しい。あとブル東京、ここちょっと焼肉がおしゃれに食べれるかなっていう感じですね、うんうん、で天ぷらならきに行きたい。知ってる？うん、聞いたことあります。全然予約取れないの。先月の電話全然取れなくて、うん、今月も取れなくて行けなかった。フレンチだったらルジャンティオムが美味しいかなと。串揚げも結構行くんだよね私。なんか意外ですね。意外、うん、串揚げのカラットっていうところが、うん、串揚げとワインの、すっごい美味しいです。このシーズンが最高。ずっと変わり種が出てきて途中でスープカレーとか出てくる。え、串揚げじゃなくなるんですね。でもそのスープカレーがなんか美味しいの。あとじゃあ私のお寿司部門、普段行くってなったら夏目がいいかなと思うんだけど、うん、寿司の蔵、うん、このことをゾウ節みたいなでクリームチーズみたいななんか創作料理があったんだけどすっごい美味しかった。世界のわたべが来てたよ。え、あのあったサインが、世界のわたべ。すごい。え、じゃあ絶対ですね。美味しいよ。なんかわたべさん言うのが美味しい。全然言うから。あと最後居酒屋さんだったらめんめっていうところが美味しいです。キンキが最高。北海道っぽい。それを最後雑炊みたいな味にしてくれるんだけど、そのお出汁が最高で最後に食べるご飯が一番美味しいみたいな。うーん、ね、最高。あ、イタリアンも行った方がいいよね。イタリアンならファイが美味しいと思う。あ、ファイかテルツイーナ悩むな。悩むなと。テルツイーナかな。それはどういう感じ？テルツイーナはこういうちゃんとこういう席で食べる感じなんだけど、ファイは横並びの席で食べれるから、デートにはおすすめかも。隠れ家すぎていつもたどり着けない。鉄板だったらなんか英語読めないんだけど、21クラブが美味しいですね。記念日とかにもおすすめって。あ、そう、おすすめ、すごくいいと思う。ホームページ見るだけで美味しそうですね。あ、書いてないわね。そうそう、今ナレリっていうファンクラブ限定の通信をやってるんですけど、それの編集っていうか写真を差し込む際の香織さんがやってて、21クラブ美味しいってそれ私言ってたんで。ブレない女じゃない？うん、ずっと言ってますね。伊藤さん。でも伊藤さんって言うと伊藤さん誰って感じなんだけど、伊藤さんの言う方すごく美味しいんですよ。伊藤さんの指名入りますね、絶対。え、でも予約の時に絶対伊藤さんいますかって聞いた方がいい。うん、うん。